正谷工事、正谷工事は、新潟県新潟市中央区にある道路の通称、国道7号、国道116号等の経路の一部となっている。名称こそ、工事ではあるものの、現在では片側三車線の大通り、新潟駅、モズ口から一万台共通詰めに至る通称である、東大通り及び万代橋通りから品野川かかる、万代橋を介してつながっており、 古くから新潟市の中心部の通りとして栄えてきた。新潟駅、万代指定、小町と新潟市の中心繁華街を結ぶメインストリートである。明確な区間概念は存在しないが、万代橋西詰め交差点から東中通りに通じるより一交差点までとされる。全区間が国道の区間となっている、前述の7号、116号のほか、 重複区間となっている路線もある。長年万代橋が品野川で最も下流の橋だったこともあって渋滞に悩まされてきたが2002年に下流側に流棟橋や新潟港トンネルが相次いで開通したことによって渋滞も緩和されてきた。それでも数多くの商業施設や商店などが立ち並んでおり、また日中は交通量も多いことから現在もなお メインストリートであることには変わりない。名称の由来は、かつて、マサヤシロウエモンという商人の名前に由来する。江戸時代、教皇の頃の新潟市の地図には、すでに、マサキヤコウの名が見られることから、おそらく、江戸時代前期から中期頃の人物であったと思われる。新潟駅、モズ指定方面から万代橋を渡ると左側に、ホテルオークラ新潟がある。 1978年に建てられた16階建てのホテルで当時新潟市内では最も高い建造物でもあった。この場所にはかつて新潟中央警察署があったが、現在は正谷工事付きあたりのよりい交差点奥へと移転している。反対側には三河健一が歌った新潟ブルースの歌詞がある。この歌の中でバンダイ橋が歌われていることに由来し、 1989年、新潟市制100周年を記念して建立された。ここから、下大川前通り、石津江町通りを経て、田角川通りとの交差点である、鏡橋に至る。鏡橋の名前が示す通り、ここは1970年頃まで多門川という小さな川が流れていた。しかし戦後は、ドブ川のような状態だったと言われている。この付近には、旅館も多かったが、 現在は減り続けている。鏡橋交差点の角には、ここに鏡橋や利きの石碑があり、多門川の名前は、近くの公園の名前に残されている。鏡橋交差点を、下町方向、品野川川口川に行くと、流島橋や、新潟港トンネルへと繋がる。2000年頃から本格化した下町の道路網整備により、周辺は大きく生まれ変わろうとしている。 鏡橋交差点を過ぎると、上大川前通り、本町通りと交差する。この辺りは、まさや工事から一本下手に当たるニーボリツーにかつて、新潟証券取引所や新潟商工会議所、現、新潟商工会議所中央会館が温めか、銀行、証券、保険会社などが立ち並び金融街の様相を提している。また本町には、古くから市民の台所と言われる、 本町市場があり、今でこそ数は少なくなったが露店が立ち並んでいい。なお、この本町交差点には、新潟市の道路原表があり、国道7号、国道8号、国道113号、国道289号、国道350号の支店、国道17号、国道116号、国道402号の終点になっている。本町通りの次に横切る通りが、 東堀通りで、ここを過ぎると、次第に賑やかになってくる。この辺りには、古くからの商店が軒を連ねている。次に交差する小町通りにはアーケードが設置されており、この小町交差点は、新潟駅前と、並びに新潟市内でも、有数の人通りで、日中は、スクランブル交差点となる。角には、 古くからの老舗でもある百貨店にヤマトがあったが2010年6月25日で閉店した。ヤマトの向かいには三井住友銀行新潟北支店、旧住友銀行新潟支店が長らくあったが、新潟駅前の新潟支店、旧桜銀行新潟支店に統合された。跡地は専門学校グループの NSG が買い取り、新しく専門学校が建設されている。 この NSG 系列の専門学校が小町界隈に増えており、学生層が多くなってきたのが近年の特徴でもある。その隣には飲食店やゲームセンターが入居する小指示会館があったが、2004年末で閉鎖、解体され2006年秋、跡地に COCG が完成。古着屋や飲食店などが入居した。この COCG の立地する交差点を横切るのが、 西堀通りである。西堀交差点を渡った角にある百貨店は長らく小林百貨店として営業していたが、1980年に新潟三越として生まれ変わった。向かい側のネクスト2 1は、1989年まで当地に存在した新潟市役所移転後の再開発事業として1993年に完成した21階建ての超高層ビルである。 2002年に、時メッセのモズ島ビルができるまで、新潟市内では最も高い建造物だった。この西堀通りの地下には1976年に、できた地下街、西堀 ROSA があり、正谷や工事側にも入り口がある。新潟交通の路線バスのうち、柴田方面からの郊外線の終点及び、郊外線の市役所前行きの経由は、三越前になる。また、東京、 大阪をはじめ県内各地への高速バスも三越前に停車する。三越は小林百貨店時代から大和と並び、長らく新潟市の二大百貨店として発展してきた。特に戦後には屋上の遊園地をめぐって買い物客が列を作る時代もあったほどである。1984年万代指定に新潟伊勢丹ができ、またその後郊外型店舗の流星の中で、 小町界隈の停滞の影響をもろに受けている。この三越からさらに進むと俗に寺町と言われる一帯がある。正や工事からはビルなどに隠れてわかりにくいが、東中通りと西堀通りの間には自社が多く、三十二もの自社があり、寺浦通りという地名もある。近年では寺町を見直そうという動きが広がっており、寺町を巡るツアーも催されている。 この先前方右側に日本銀行新潟支店と農林中央金庫のある交差点がより一応交差点である。国道116号はここを左折して新潟市役所までつながる東中通りへ続く。直進すると住宅街を経て1キロメートルほどで日本海へと通じるが実際には砂丘上の住宅地を越えイコール坂がある防砂林もあるので海は見渡せない。 なお、この寄井町交差点を除き、正さや工事が原則として午前7時から午後10時までは、右折禁止である、竜頭大橋の開通で1万台共闘詰めの持つ3丁目交差点、東港線交差点では、東港線方面への右折可能。また、鏡橋交差点も新潟駅方面からの右折は、終日可能。そのため、日中右折をするには一旦左折できる通りに入り、 逆この字型に回っていく必要がある。事情を知らない県外からの観光客がタクシーに乗ってわざと遠回りしたということも聞かれるようだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。